ドリフターズの中本浩二さんといえば、海藻が有名ですが、近年は若い美人妻の未来純香さんのこと、居酒屋のことなどが話題のようですね。中本浩二さんと未来純香さんの馴れ初めは？また3度の結婚歴があるそうで、元妻や子供のことも気になります。中本浩二さんの身長や年齢、大学などウィキプロフィールとともに調べてみました。中本浩二さんのプロフィール。名前、中本浩二、中本浩二。本名、中本浩輝、中本浩輝。出身地、東京府東京市渋谷区。生年月日、1941年7月5日。年齢、77歳、執筆時。身長、160センチメートル。血液型、A 型。学歴、学習院大学政治経済学部卒業。職業、コメディアン、タレント、ミュージシャン。所属事務所、リザワオフィス。中本浩二さんの結婚歴は3回。中本浩二さんは現在までに3回の結婚歴があります。最初の結婚は2歳年上のハワイアン歌手ののりこさんという女性でした。のりこさんとは大学時代からの知り合いで、1976年2月に結婚。しかし、わずか6年後の1982年にのりこさんは心不全により亡くなります。二度目は1991年、25歳年下のみえさんという女性と結婚しています。みえさんには当時2歳だった女児の連れ子がいましたが、中本浩二さんは連れ子と養子縁組した上で結婚。その後、みえさんとの間に一男一女を設けましたが、二人の間にズレが生じたため、として、2004年に離婚しています。3回目の結婚相手が、現在の妻である歌手の未来純香さんになります。中本浩二さんの現在の妻は未来純香さん。中本浩二さんは2012年7月に、27歳年下の歌手である未来純香さんと結婚しました。馴れ初めは、還暦をきっかけに歌手活動を再開した中本浩二さんのライブに、未来純香さんが客として来たことから。当時ラジオ番組のパーソナリティを務めていた未来純香さんは、ライブの後、中本浩二さんに自分の番組への出演を依頼し、中本浩二さんは快諾。これがきっかけとなり、2006年には未来純香さんの曲、恋待ちつぼみを中本浩二さんが作詞、編曲したり、2008年にはデュエット曲、この街でをリリースするなど、関係を深めていったようですね。そして、2010年頃には、未来純香さんの自宅マンションに中本浩二さんとその3人の子供が頻繁に出入りする姿が目撃されるようになり、この時期にはすでに家族同然の間柄になっていたみたいですね。そして、2012年7月についに結婚。71歳と44歳の27歳差婚は大きな話題になりました。お互いの第一印象を聞かれると中本は、第一印象は記憶がないんだけど、2回目に話をして、美人だな、スレンダーだなと思った。見目惚れ、とお茶目ににっこり。未来は、出会った時からモテモテで、女性が周りにいてジェラシーが湧いたことがあった、と振り返り、次第に惹かれていったという馴れ初めを明かした。ドリフ中本浩二、未来純香と2ショット結婚会見、見目惚れだった。加藤茶さんや志村健さんもそうですが、中本浩二さんもいくつになってもものすごくモテるのですね。71歳にして44歳の美人歌手にジェラシーを感じさせるなんて、すごいですよね。中本浩二さんと未来純香さんのお店。中本浩二さんと未来純香さんは、2015年、東京都目黒区、自由が丘に居酒屋、中本屋純香の台所をオープンしています。未来純香さんはもともと料理がとても好きで上手で、よく自宅に仕事仲間を招いて振る舞っていたのだそうです。趣味が高じて、といった感じなのでしょうか。焼き鳥が美味しい、リーズナブルな価格帯の大衆居酒屋で、とても人気のようですね。実際に店を切り盛りするのは未来純香さんで、中本浩二さんは一従業員の立場なのだとか。
何しろあの中本浩二さんの店なので、最初は中本浩二さん目当てで来る客が多いそうですが、二代純花さんと話しているうちに8から9割の客は二代純花さんのファンに鞍替えするのだとか。二代純花さんは、結婚前から中本浩二さんとその3人の子供たちを自宅に住まわせ、家事の面倒も見ていたという方ですから、きっととても優しくて魅力的な女性なのでしょうね。以上、中本浩二さんと二代純花さんについてでした。